2012年9月民主党代表選挙は、2012年9月21日に行われた民主党代表選挙である。2011年8月29日に就任した野田義彦代表の任期満了に伴い実施される民主党代表選挙である。任期満了に伴う通常選挙であり、党所属の現職国会議員、国政選挙の党公認予定候補者、 党所属の地方自治体議員、党員及びサポーターによる投票が行われる。なお、今回から党員及びサポーター票については、投票権が日本国籍を有するもの限定となるとともに、投票数配分も衆議院の小選挙区制、選挙区単位での総取り方式から、都道府県単位でのドント方式に変更されることになった。任期は、党規約の改正によりこれまでの2年が、 今回の代表選の当選者から3年に延長されたため、2015年9月末までとなる。岡田克也前幹事長や前原誠治政調会長など、党内主流派の中では、消費税増税を含む社会保障と税の一体改革関連法案を成立させた野田の政治手腕への評価から、野田の続投を支持する意見が強く、野田自身も再選出馬に意欲を見せていた。 その一方で、一体改革法案に反対した、小沢一郎など党内非主流派の議員が、新党絆、国民の生活が第一を決闘して、相次いで民主党を離れたため、党内での非主流派の勢力は、小さくなったものの、非主流派の中でも、対立候補を立てる動きが見られ、その中には、田中真紀子元外相山口澄夫元国交相、桜井光成長会長代理らの名前が、 取り沙汰されたが、田中は自ら代表選出馬を誇じ、まぶと、桜井も推薦人が集まらないなどの理由で出馬を断念した。これとは別に、小川厚也をはじめとする主流派、非主流派に占い中堅、若手議員の中からは、細野武史環境省を擁立する動きがあり、一時は細野本人も出馬に前向きな動きを見せ、野田の有力な対抗馬と目されていたが、 直前になって細野自身が出馬を見送った。結局、非主流派からは、赤松博高元農水省、原口和弘元総務省、加野道彦前農水省の3名がそれぞれ推薦人を集めて立候補に踏み切る。非主流派の候補者一本化が不調に終わったこともあり、野田の再選が優勢である情勢が伝えられていた。突起のあるものを除き広告による、 野田義彦が大佐で再選を決めた。ありがとうございます。